こんにちは、沼です。グラクラやっていきましょう。今回ですが、ホロショップ出現しましたので、これはいい機会だと、ちょっとネタ会みたいなことをやりたいかなと思っております。で、ホロショップとは何ぞやっていう話を簡単にかいつまんで言いますと、特殊な武器とか、あとはレアなアイテムが売ってるショップになるようです。で、これはもっと詳しい方がぜひぜひコメント欄なんかで教えていただければ嬉しく思います。僕の方はもうほんと今必死に村の有効度を上げたりとか、ストーリーを進めている段階なので、もうこれは本当に超初心者目線から見た動画になります。なので、中級者もしくは上級者の方は、優しく温かい目でコメントでアドバイスいただくか、ブラウザバックいただければいいかなと思います。でですね、まあ、企画としては、今、石が44個あって、レア武器、UR の武器ですね。買うためには、30個確か石が必要なのかな。なので、まあ、14個、石をループしたら、UR の武器は出るのか出ないのか、まあ、どんな武器が出るのかっていうのをやりたいかなというふうに思ってます。で、狙いとしては、メリオダスの UR 武器を狙いたいかなというふうに思ってます。で、今、自分の手持ち的に、これか。まあ、キング、ハウザー、そしてエリザベス。エリザベスのガチャまだ見てないよとかはぜひ見てください。で、メリオダス、バン。あとは、ヘンドリクセンとか、まあ、その辺が SSR でいるので、その辺の武器が、変えたらいいかなと思いつつも、ちょっと石がなぜか課金できないので、今、Apple に問い合わせ中です。で、なので、まあ、決まった個数だけ回して、ちょっと、企画的にね、やってみたら面白いかなというふうに思ってます。ぜひぜひ、皆さん見ていってください。よろしくお願いいたします。ということでですね、初期の方から出ているのが、ダイス・マラカス。そして、ヘンドリクセンの武器が一応出てますと。で、ヘンドリクセンの武器買っといた方がいいかもしれないんですけど、ひとまず今回は、今メインで使ってるハウザー、エリザベス、そしてキング、団長と。まあ、この辺の武器を UR 狙えたらいいかなというふうに思ってます。で、あとは、愛情堂のアイテムですね。これちょっと買った方がいいのかどうなのかっていうのが、まず分かってないので、僕自身が。なので、これは一個ずつ買っときます。で、どこかで役立つかもしれないので、一個ずつ買っといてどこかで役立たせようかなという感じです。では、行きましょう。で、シャッフルされて、SR の流動。はいはいはい。で、SR の真偽の剣、ギルサンダーの武器ですね。UR 出ねえな。出るのかな？お、来た！来ました！ブラッドソード。メリオダスの、団長の武器ですね。来ましたね。で、もう一つがギルサンダーの方の武器が入ってきてますね。これは、さすがに、買いましょうか。はい。ということで、購入しましたと。いうことで、ブラッドソードが購入できましたという話と、あとは、プレゼント用の愛情アイテムですね。これを買い足しておきましょう。で、問題なのが、思ったより企画が一瞬で終わるっていうね。UR の武器こんなに早く出ると思ってなかったので、あれなんですけど、ちょっと時飛ばしでもし購入ができれば、石を追加したいんですが、もし購入ができなかったら、またちょっと別の枠で考えておりますので、少しお待ちくださいませ。はい、ということで戻ってまいりました。残念ながら、石は課金できませんでした。という話とですね、先ほど、お知らせの方にストアランキング1位の獲得のお知らせが入っておりました。おめでとうございます。いや、さすがっすね。めちゃめちゃ、やはり人気があるなという感じです。で、石が10個配布されましたので、皆さんもぜひぜひ獲得しましょうという話と、あとはこの人間族キャラガチャのガチャを代わりに行きたいと思います。まあ、企画が完全にすぐ終わってしまったので、これは何かしらやらないとなというところで、今8枚溜まっているので、これ全部行きたいと思います。で、このガチャが提供割合が 1% で SSR、19% で SR、そして 80% で R ということで、まあ 1% の壁を通り抜けられれば誰か出るかもなというところです。で、ギルサンダーがめちゃめちゃ強いっていう風に聞いているので、僕もできればギルサンダーが欲しいなという感じです。では、行きましょう。ガチャはやっぱいいね。ガチャはやっぱいいね。で、ホークはなし。ただ、
団長が一番強い覚醒をしてくれましたね。マジになりましたね。 SR くらいは出そうなもんは気がするけど、 SSR は 1% だから。お、ただレインボー来てますね。これワンチャンあるか。ちょっと熱くなってきた。なあ、総裁か。ただ総裁で虹出てますからね、昨日。おわ、来た。マジか。ネタでぶっこんでよかった。からの、まあ、誰が来るかまだわかんないですからね。いいキャラ来ないかな。いや、チケットから出るんすね、1% とか。来い！おー、バン！これ持ってない方かな。スナッチバン出ました。これ多分持ってない方だったと思うので、結構嬉しいです。で、これが同じランクのスキルが2枚並ぶと。はい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 。180% ダメージと与えたダメージの 20% 吸血。270% ダメージの与えたダメージ 50% 吸血。単体の敵に攻撃力 400% のダメージを与えて 40% 吸血。強いっすね。で、これに関しては攻撃力と防御力を強奪ですね。いや、これは紙引きだったんじゃないか？素晴らしい。はい。ということで、スナッチバンが出ました。やっぱりこう、動画上でね、チケットを引くに限るなというふうに思いますね。そうすると、まあ、いいキャラ出る確率がね、割と高いかなと思っているので、これはマジで良かったと。いうところと、あと3枚残ってるんですが、これ3枚は引けないのか。なので1枚ずつにはなりますが、いきます。5枚一気の方がまあ見栄え的にはいいけどね。さすがに 1% 連発はないと思うので、まあ、ここはのんびり見ていきましょうか。やっぱ虹の引けが出るとかなり熱いみたいですね。青は何とも言えない。負けたらさすがに出ないか。うん、青ですね。ちょっと一瞬虹色かって思いましたけど全然違いましたね。はい、リアードファンク受動で、あと2枚ですね。いきましょう。でもまさかまさかですね。そんなんで来るっていう感じですね。ぜひぜひコメント欄の方で、もしチケットで、こういうチケットで出たよって方は一緒にコメントいただけたら嬉しいかなと思います。まあまあまあ青だよね。ああ、さっき売ってたな。さっき武器売ってたな。はい。で、もう一丁引きましょう。で、これがラストですね。ワンチャンあるか？もうワンチャンあるか？もうワンチャンあってもいいぞ。金。SR チャンス。からの負けていく。まあ、さすがにないよね。さすがにちょっと強運すぎだよね、あれで出たら。まあ普通は青でしょう。レアしか出ないと思います。はい。ということで、ルイリンでしたね。ということでですね、ちょっとネタで、ネタにネタを重ねて、またネタって形になってしまったんですが、しっかりと、こう、バンが出てくれて、これはマジでありがたいなという感じです。こっちのバンかなり強いって聞いているので、僕も頑張って育てていこうかなというふうに思います。で、あとは、今は、そんなにこう、解説的なものとか、こう、出せる立場でもないと思っているので、なんか本当にガチャ更新した時にガチャしたりとか、まあ、のんびりこういう、アホーローショップの企画できそうだな、とか、
まあそういった時にやってはいるんですけど、こう、お詳しい方にね、何人かに教えていただきながらちょっとまたやれそうな感じなので、まあその辺を初心者目線からね、皆さんにお届けできるような動画を配信できたらいいかなというふうに思ってます。で、今は本当にストーリーとあとは村の進行度、まあここを上げとけっていう形で言われているので、まあそこをしっかりと上げつつね、こう皆さんにも参考になるような動画が出せるように頑張っていきますので、ぜひぜひ応援いただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。